はいどうも、うさおでございます。ということで、今回は燃える闘志の剛腕超級いきたいと思います。でね、まあ、今回は適正の幅が狭い。まあ、多分ここに出しちゃうと思うんですけど、まあ、コンラッドとステアしかいないんで、俺。降臨の子も別にって感じな気がするんで、まあ、こんな感じの編成になってます。ただ、ラメールだと、まあ、ちょっとアビリティ封印された後にスピード加速してスパイクに突っ込むっていうのがめちゃくちゃ怖いので、まあ、遅延は強いので、まあ、ちょっと立ち回りを気をつけないとやばいかなって思います。で、上のゴースト君が封印出していきます。まあ、それが封印ってことですね。で、ただこの横のキツネドラゴンみたいな名前を勝手につけてるんですけど、まあ、キツネドラゴン倒さなければあれが出ない、スパイクが出ないので、まあ、ちょっとあと1ターンで封印は来ますが、別にスパイクの、猛威に恐怖することはない。これで、はい、ワープハマっちゃいますね。俺しょうがないですよね、ルッツだけなんですよ、あと水属性のスパイクワープって。だからスティア複数済みってなるとマルチになっちゃいますもんね。なのでマルチ推奨かなって思います。倒しちゃった、オッケー、まあいいでしょう。この封印されても次のステージでキツネドラゴン倒さなければなんとかなるんで、スティアの火力高いから、とりあえずゴーストだけ殴る。そして上のコンラッドで上のゴーストにはまって倒す。 OK、 これいけそうですね。だからまだスパイクは出しちゃダメ。もうこれかなり難しいと思うんですけど、俺だけですか。 OK、 これで封印の猛威はなくなった。そしてスパイクもね、もう出していいかな。回復したいんだけど、でこれでスパイクが出てきます。まあ今は問題ない、封印はされないので。海の男にも不可能はありますね。封印状態はかなり怖いんで、ラメールはね今回ソロ以外では推奨しません。よいしょ、とりあえず塗って、あ、別に倒さなくてもいいんだけど、まあ、倒しちゃった。はい、次中ボスでございます。いや本当に難しいよこれ。なんかねこれ3テイク目なんですよね。あーっつって倒れることが多かったです。ちょ、ワープついてないくんはちょっと上狙ってもらって、さっさと抜けたい。ここはよいしょ、ここはもうなりふり構わずさっさと抜けたいんだよ。封印公園でとりあえず盾艦、あ、忘れてた、君にはワープがなかったんだね。いやーこれ封印貼られちゃいますね。これがこの絶望的状況でございます。しかもスティアに貼られるっていうね。なのでこのターンで抜けてしまいたい。ちょっとスパイクを壊しながら、スパイク壊せればなんとかなる。例えばスティアの横とかこう壊そう。あー、やってしまった。まあ、最悪一回かすってなんとかなるかな。あ、てかワープはまっちゃえばいいね。これでワープはまっちゃえばなんとかはなる。ここでラメールに当たってしまうと大変な悲劇が起きますね。まあ、これはソロじゃないときついよ。だけど、まあ、結局適正キャラ複数済みできるんで、まあ、やっぱマルチ推奨。あとなんかラックシステムも変わるらしいですね。明日かな、明後日か、明後日変わるっぽいですね。なんかゲストじゃない、自分のラックにしか影響しないみたいなに変わるっぽいっす。というわけでコンラッドから始まりました。これスパイク倒さないの無理だな。スパイク倒しちゃおう。 OK、 そこをはまれると思ってなかったけど OK。 ちょっとスティアを逃がしてゴーストを先に倒したいんだ。 OK、 コンラッドの爆発いい感じで、トラップ張られてももう大丈夫。あとはゴリラくんね、この8ターンでね、バコン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 ってなんか名前つけられないんですけど、なんか攻撃に
なんかやべえ攻撃が来るので、まあ、8ターン以内に抜ける。まあ忙しいこのクエスト本当に。行こう、いけ。まあスティアのこの友情火力も上げてますので、マテリアで、まあ、前回の動画見てくれて、まあ、前回の動画でなんで武器厳選しないでマテリアつけてるんですかって質問多かったんですけど、まあ、それ早く動画撮りたかったからですね単純な話、あの動画のネタだとしか思ってないんで、武器厳選してなかろうが落ちたら、初めて落ちたら行こうと思ってました。というわけでゴリラ抜けました。まあ、この喋りもね結構早くなってるのはこのクエストのせいだと思うんですけど、はい、やっていきましょう。まあ立ち回りは一緒でございます。ただスパイクがね2体いるで、ここで持ち越し狙ってもいいかな。まあ、とりあえずこっち狙おう。まあまあまあ、なんとも言えないショットでございますが、横ではまれ、ちょっと足りない、ちょっと足りないが、ちょっとスティアの位置がマジで悪いな。やばいかも。ちょっとラミエル使うまであるが、どうしましょうか。ちょっとラメールはあれですね、次のターンで、封印を食らってしまう人1体は絶対倒さないといけないに合わせて使うかどうか決めます。さあ誰ですか。ラメールです。これはマジでまずいぞ。回復と、あ、グラタマこれマジでまずい。とりあえずボスの弱点狙いで、まあ、グラタマ使えば、まあ、なんとかしのぐことはできます。こういう時に危ねえ。これ大丈夫かな攻略として。まあ、このこれ見せたかったんですけど、こういうしのぎ方もできます。はい、ラスゲーでございます。まあラスゲーなんで、ちょっとコンラットを使ってもいいかな。コンラットはね、本当に僕、あんまり使い方分かってないんですけど、まあ、とりあえず塗った位置にいるキャラが、バシバショーンと動くと、まあ、あんまりですよね、これ、言うて。じゃあ、ヒナ使って、散らしていきます。まあ、ヒナの分身は多分、ワープにもはまらないのかな。ですね。はい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 、なかなかいい。ちょっと危なかったけどね、さっき。まあなんとかなりました。さあ嫁のスキルでいつも通り決めていきましょう。オーパルサイクロン OK って感じです。超級これね本当に厳しいんで、まあ、友達とかとやってもらえるといいかなって思います。まだ、まあ、適正出てくるかもしれないんですけど、これは難しい。なかなか俺は難しいと思います。ということでね、今回は、なんだっけ、燃える闘士の考案超級でございました。で、今度なんか絶級が普通に、まあ、来るっぽいので、絶級のキャラクエスト、まあ、これの超級の絶級版が来ると思うので、まあ、そこに備えていろいろなキャラ育成しようかなって思ってます。ただ、火曜日のアップデ次第で、まあ、属性もわかるかなって思うので、まあ、そこに合わせて、まあ、火曜日のアップデまとめとかに、まあ、育てておいた方がいいキャラみたいな紹介できたらいいかなと思います。それじゃあバイバイ。